おはようございます。朝の景色なんですよ。これ自分の家でこれ朝の景色でこんなんですごいですよね。なんかプールって家に欲しいと思ったことなかったですけど、こうやってあると映えますね。こんなんね、ある家に暮らせる身分になってみたいですね。すごいです。あとね、一個すごいのがこっちなんです。これずっと来て、じゃじゃん、これ温泉なんですよね。鴨川温泉渚の湯、家に温泉って。でも伊豆のね、ただだと家に温泉ある人いましたね。これもすごいなって。いつでも入れるんですよね。自動でお湯になってるので、この辺もね、面白いなと。おはようございます。おはようございます。いや、もう寒すぎてフルスーツ着ましたよ。いや、もうでも水は暖かそうだけどね。まあ、履いてしまえば暖かそうなんですけど、外と雨がやたら寒いですね。久々に来ました。今日すごい雨で7時に土砂降りになるらしいけど、紫のスポンサーの試合だから紫テントあって助かりましたね。はい、そうです。感謝。なんかでもこの試合って毎年雨の気がするんだよ。確かに去年もすごい。そうなんですよ。うわー、何すごいっすね。何ありますね。いや、あります。まあちょっとね、ヒートが7時からスタートで、自分の出番がまあ昼過ぎぐらいなんで、まあちょっと1ラウンド目ね、やっていきたいと思います。ね、だけどさ、ビラがさ、一部屋ずつあるからなんかしっかり寝れて調子いいね。はい、リラックスできて最高です。環境はいい感じなんで。はい、そんな感じでね、もう体調はいいってことで頑張りましょう。はい、お願いします。うわ、波はね、こんな感じで面はいいんですよ。ただ風と雨半端ないです。オフシェアでね、あの波はね、面はいいんですけども、結構ね、これびっくりするよ、風吹いて。さっきもね、チェックインで腕に巻くのもらいに行くときに、カメラが壊れ倒れるかっていう風ですね。まあだけど今回の試合ね、紫さんのね、冠スポンサーということでテントを使わせてもらってるので助かりますけど、もうテントなかったらこれ撮影できない状態ですね。まあ雨風が半端ない。なんか毎年マルキのね、試合はね、こうやって大雨で足が大変なことになる覚えがありますね。そういう時期なんですかね。え、ミノリンさんじゃない、今回優勝するとね、グランドチャンピオンかもしれないですよね。まあ相手の成績にもよるんですけど、まあでも何度も取ってますからリラックスだと思うんですけど。1本目行きました。レギュラー行くぞ。まだこうやって暗いんですよね。雨もあるし、朝も入り、こっから張ってくるのか狙い。あっと前に出る。おい、そうけど多分、あ、行きましたよ。あっ、あっと足から離れちゃったな。え、この緩いとこから、あ、行ける。でもここ緩いんだけど。あ、だよな、ここ降りれたらアクションできたかな、ここでね。だからあの前半が難しいんですよね。お、みのりさんか。カーブしてこっから張ってくるとこ。みのりさんはね、でも鴨川得意なんですよね。わあ、今のヒット、わあ、前に出たのやばかったな。あ、池田未来選手ですね。ついこの間も中学生でね、子供かと思ったらもう大きくなりました。シャリアの中で、お、黒いカーボンボードなのかな。とっても楽しみな内容で、宮崎のカコちゃんですね。みのりさんも鴨川に持ち込んで、鴨川の少年隊になっておりますけれども、はい、間もなく小川直久さんの追悼セレモニーがスタート、そして第1ヒートへとご案内していければと思っております。それでは会場 MC の音声に切り替えていきます。今からね、小川直久さんの追悼セレモニーが始まります。7時からです。みんなね、集まって、大雨で風強いんですけど、追悼セレモニーが始まります。日本の関心を引き上げ、世界にこの存在が、今年5月23日に大空にパドルアウトしていきました。鴨川で生まれ、このマルチポイントを愛した小川。お疲れ様です。お疲れ様。ラウンド1のね、フィート1始まるということで、
はい、僕はですね、今から一回ヴィラの方戻って休憩してっていう感じでね、やりたいと思います。いや、いいですね、ああいうヴィラがあるとこう、気持ち的にも。いや、そう、近いとさ、どっかのカフェで待っとるよりはいいよね。この間、茨城の時、宿遠すぎてさ、カフェとかで待ってたから、やっぱ近いといいなと思いましたね。いや、結構朝のセッションはね、波見つけるの難かったな。なんか、手前の惚れとるエア波を見つけようと思って、ずっと待ってたんですけど、結局来ず、終了しました。あれ、焦ったもん。だって急にさ、左のピークからいなくなって、俺見失って終わったと思ったら、一人右におったからびっくりした。でも鈴木仁選手もあの横でエア狙っとったけどね。結構多かったよ後半さ、びっくりした、見失って。いや、結構エアしたくて、なんか試合で、最後の試合やからエアぐらいなんかみんなに見てほしいなと思って、なんかエアの練習しようとしてたんですけど、そんな見つけれず終了しました。おお、ワンターン、これ5点でしたっけ。うん、怖い。2ターン目今マーさんやってます。こないださ、マーさんとの千葉南セッションの動画アップしたじゃないですか、はい、やっぱり好評でしたね。なんかマーさんさ、やたら尊敬してますよね。いや、僕も好き。この力抜いた感じなのにヒットしたり、バリエーションがあるじゃん。ヒットもするし、ピンも抜いたりさ、はい、いろんなことするじゃん。そうですね。自分結構、ヒートももちろん見ますけど、この JPSA で、ね、ヒート見てておもろいなと思うのが、マーさんと、まあ、先輩の中村隆之君とか、いつも一人でいるじゃないですか。そこも俺はかっこいいと思うんだよね。渋いっすよ。だけど別に、なんちゅうの、息がってなくて、会うと握手してきてさ、で調子に乗って、おー、まあさん頑張ってるとか言っちゃってない、もしかして。言ってない、怖いよ。それで勘弁してよ。危ないっすよ。だって俺もう印象深いこといっぱいあるからさ、風呂で、狭い風呂で2人になったり、あと丘の上からずっと何ヒートも波見とったりさ、はい、で最後の一歩まで波乗らずにそれでエクセレントで逆転とかさ、なんかやっぱり野球で長嶋茂雄的な天才的な勝ち方するから、やっぱり惹かれるんですよね。ね、まあさん5点と 3.90 持ってるからやっぱ強いですね。これ5点出すとこのヒートは強いですね。いや、これさ、こうやってチャンネルでアベマ見えるのってあるの今みんな。いや、本当に限られたチャンネル、やっぱりお金高いですよね、こういうテレビは。チャンネルにアベマとか YouTube とか Netflix とかあるやつ、いいヴィラは絶対あるっすよね、いい家とか。それなりに詳しそうなことで、電気屋なのかヴィラ屋なのかどっちですか。いや、よくヴィラ行っとる若者みたいな。あ、なるほどね。よくヴィラ行く若者ってあんまりおらんすけどね。ちょっとイギリました。イギったし、まあ、というのがあれでしょ、あのサウナが好きだからいろいろ行ってんでしょ。そう、ここのね、あの千葉南のここのヴィラはあのサウナないんですけど、ここの同じ会社がやっているビラを、マーさん今ビッグヒット。概要欄からね、こちらのビラのサイト貼ってあるんでね、ぜひ見てください。いろんな、なんかサウナ付きのすごいとことか見てみて。ほらビッグヒット、淡路島とかもあるらしいよ。淡路島も行きたいし、一番僕行きたいの次山中湖のね、別にサウナ興味ないけど一遍行って勉強してみたい。山中湖のね、サウナ付きのとこがあって、こう温泉があるんですよ、こう洞窟みたいな。でとにかくね、インスタとか僕貼ってあるから見てほしいんだけど、すごいですよ。とにかくセンスがいい、川口湖もめっちゃいいし、あとグランピングもあるんだよ。いいですね。でもグランピングより最近僕ヴィラが好きだなって思います。いいですね。で、食事付きっていうのが面白い、うん、あとすごいのが、あの普通さ、ヴィラって人いないじゃん、うん、ちゃんといるんだよね、係員さんが。だから呼びに行ったら分からんこと全部分かるし、料理も運んでくれる、朝ごはんも運んでくれるから。ここ行きます。来ました。来ました。あー、何よくなかった。まあ、インスタグラムね、見てぜひね、フォローしてみてほしいなって。センスめっちゃいいですよ、はい、これからこういう時代になるのかな、ホテルじゃなくて。どう思います。まあ、ダブルで行くんじゃないですか。まあ、でもこっちも多いよね、はい。まあそんな感じでちょっと応援してまた会場行きましょう。会社はそこの行くよ。波めっちゃ良くなってきた、ね、高梨直人の2本目は 3.65。 いや、いい波やからちょっとね、楽しみたいな。そしてクリーン大田ダクトの2本目は 3.50 で、自信は毎回あるよ。でもポーンと同時に自信が消えるんですよ。ホワイトの長谷川の2本目、そしてブルーのヒーストの2本目はまだ少しありません。今回はちょっと行けそうな泡が出てるんで、
グッドヒーターやしな、気合も入るから。そうっすね、やっていきましょう。かなりね、すごいメンツが集まってるんでね。まあでも乗らんとやね、あのなんで乗らんと絶対に負けるし、どんなヒーターでもそうですけど、まあ毎回今回、今年は拓海くんがついてくれてね、まもなくホワイトブルー決めてくれると思います。今回はラストなんで、ホワイト長谷川壮太の2本目は 5.25、 、ね、まあ、波がいいから。ホワイト長谷川の2本目は 5.25、 第1位のポジション。そしてブルー石井ノアの2本目は 4.65、 第2位のポジション。ブルーでも両方あるんだよね、グーフィーもレギュラーも。そうっすね、結構でもグーフィーの方が長いって感じで、グーフィーの方が綺麗に割れるっすよ。レギュラーもレギュラーでスコア出せる波が結構あるから、ハマればどっちも最後レギュラーで 5.、 逆転したんで。昨日今日と練習しててなんかレギュラーは本当に外れが多かった。そうやねんな、グーフィーは大体いいんですけど、レギュラーは当たればエアーとかもできるんやけど。来た、これとかは10分経過、ヒート時間半分経過、軽いね。直人君が先乗ったライトやったらスコア、結構プライオリティなくしそうな波やし、結構たまにプライオリティなくすから、これ結構絶対ミスなくメイクしたいです。今日の波は若干下がった、さっきの下がった、ね、でもまとまってる。いや大きくなってきたから長いのいるぞって焦ったけど、ちょっと下がってきた。サーフボードチョイスは高見君のアドバイスで行きました。 そうだね、それがいいよ。そうっすね、俺はそっちで行っていけると思った。多分行けるよ絶対。カーボンで行けとかなんか言ってましたね。ジョークで。で俺もちょっと乗ろうかなって今日思ってて、もうやめた。でもやめた。今日ヘッドホンないですか？ヘッドホンないです。ヘッドホンはちょっと家に置いときました。置いてきちゃったの。つまらんすか？つまらん。やってほしかったね。俺はでももうとりあえず今回はちょっとオーラが嵐、いいオーラなんで。出てます？出てるね。いけそうっすね。ヒートもこう面白いから気合入るっしょ、キメラなんか。そうやね。でもまあメイクできると思う。なんか今回は考えすぎず、波があるからフリーサーインタグミ君に見てもらってる感じで、かまそうや、はい、そんな感じでやります。出てきます。行きましょう。見て高橋役ファースト触ります。コウスケはさ、とりあえずさっきのヒート軽く1位で通過でしょ。いやいや軽くじゃないっすよ。でもグーフィー得意だよね、どっちかっていうと。いやグーフィーはそうっすね。ね、昔からグーフィー好きじゃん。レギュラーよりはそう、グーフィーの得意っす、ね、だから今日はちょっとさ、これ好きな波ではあるんじゃない。そうですね、もうバッチシな、もう俺の得意な波やと思うんで、まあ、頑張りたいと思います。ね、今回の試合は期待して応援してほしいですね。ありがとうございます。とりあえず今からあっくん勝ちますよ。ありがとうございます。お前そう、はい、ゼッケン白ですよ。上がっていきます。ちょっと緊張ですけどね、僕も緊張するぐらいなんですけど、まあ、いつも僕はしてますけど、まあリラックスして自分のサーフィンやれたらなと思いますね。勝ち負けはね、もうどっちでもね、攻めまくったらいいんじゃないですか。勝とうとしすぎてね、波いいの待ちすぎたりすると一番良くないので、もうどん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 行っちゃえばいいんじゃないでしょうかね。終了です。グリーンオンファースト小川カーブスライダーのプレーを上げます。セカンドさん、熱い。でも森ちゃんも決めた。一発目でちょっとね、クルーリンパ作戦してきましたね、彼は。ファーストプレイよりにクリーン。いった。ホワイトのブラサモアップ。股間は出ません。アップブラサーシー、フロントサイド。カーブしてね。パワープレイ戻ります。初の春の待て待て。さあ、インサイズセクションへ繋いでブラサーシー、ボトムからの。ああ、残れ。残れよ。ホワイトのブラサーラシバックサイド、今度はワンターンを合わせますが、ここは前には出れません。際どいところ、さあブラサーラシ戻れ戻れ。さあインサイド、このスピードつけてこれるか。これを回しながら、テールを回しながら頼むよ、決めた。ホワイトアップです。このままアップしています。よかったんじゃないの今の波。なんでやめたの？ターンを入れましたが、ここはフィニッシュは決まりません。ファーストプライオリティグリーン、セカンドプライオリティレッド、サードプライオリティポイント。残り時間3分。カウントダウン。10、9、8、7、6、5、4、3、あうまい、2、1、終了。いやもう、焦げたらあかんよね。焦げてなかったら多分。ワンチャンのバックハンドとかも5点とか出てたような感じ。ヒート終了です。
この後は第12ヒートメインズラウンド2の最終ヒートとなります。オールこけた、全部こけました、ね、あれをメイクせんのちょっとまあ硬いよね、やっぱフリースタイルとはちゃうよね。こういう風にこう最後にかけてなかったら全部変わってたから、最後の勝ちも、あのレギュラーもこけてなかった4号ぐらいで、バックサイドもかけてなかった5号ぐらいで、あれを決めないと始まらないですよね。やっぱいやマジで全部こけたもん。なんか1本目良かったから、なんかリバースちょろってして、なんか流れいいかもと思ったんですよね。でも全部しゃあないですけども、こけてしまったらやっぱスコア出えへんから、ちょっとなんかあれっすね、腑に落ちなく終わった。なんか何するってよりもこけたから、別に乗ってる波は結構良かったからな、バックハンドとレギュラーも。やっぱスコア出されへんね、こけたら。こけたら終わりっすもんね。いやでも今年の試合終わった、試合終わったけども、めっちゃこけしたから宮崎出なあかんのちゃうんすか。いやこんなんでね終わって、本当応援してくれとる方で申し訳ないっす。来年はほんま頑張るしかないよ。申し訳ないっす、すいませんしゃあないよ、すいませんとかじゃなくて、もう勝つしかないから。まあ勝つことが見てくれとる人へのね恩返しスタイルなんで、やるしかないんで、来年まで練習して毎日考えてやらなあかんすよ。でも考えてやるってね、まあ、試合のことをこうもうじゃあ頭に入れ込まなあかんよ。こけてるようじゃさ、こけたらな、こけへんもんね。人はここで2本1本こけんやったらしゃあないけど、日本語でだあかんから、それをやって変えていかないといけないんで。どう思いました？まああとちょっとレギュラー1本乗ったやつも2発ちょっと変なカーブしたよな。あれだったら普通もっとボトム乗ったってパンパンで2発入ってからアクションいけるな、なんかキュッ上でキュッてちょっと体が緊張しとったように見えたな。いやでもまあまあまあ決めてないから、もう決めてたら全てがこうまた試合の運びも変わってたんで、ほなあの緑のリキもさ、ああいう風には試合運びできへんかったから。でも1本目がな、遊びみたいなフルリンパできたから気分的に楽になっていけるかなと思ったけど、緊張なくいけるかな。まああれもちょっと出てくるとき刻々ってなっとったけど、まあやっぱちょっと下半身が硬いんだよ。まあちょっとまた今回コーチングしてもらってありがとうございました。そう、まあ匠先生の言うこと今日は間違いないですよ。ありがとうございました。俺がちょっと今回は優勝するんで、ちょっと応援してます、ね、この間福島2位おめでとうございます、うん、まあ優勝したかったと思いますけど、今回勝ちます、バッチリ応援ありがとうございました。ありがとうございます。